はい、どうも。続きやっていきたいと思います。前のパートからね、続けて撮ってるんですけどね、声がね、やべえ、ガラガラになってきちゃったな。またまた。というわけで、やっていきたいと思います。時刻は、10代半ば前半まで来ておりますというわけで。お母さんこれ喋らないかな？無理か。時計鳴ってるな。確かに規則正しい時計の針の音はイライラするわね。ほうほう。エヴァもイライラするのか。セーブだけ、すいません。ここでいっかな。よし、すいません。続けていきます。ジョニーの部屋行ってみようか。お、通っただけでくれた。結構なんか、この辺思い出にまつわるものとかあるんじゃない？おう、サッカーボール。一応ジョニーもサッカーやってたのか？あんまり運動してるイメージないんですけど、前のパートでも言ったかもしれないけどさ。サッカーボールか。この部屋はもうないかな。あ、待って。上に行ける？これ。無理か、ベッドの上は。てか待った、なんで二段ベッドなんだ？ちょい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 。一人っ子だよね、ジョニーって。なんで二段ベッド使ってんだろう。お母さんと一緒に寝てるってわけじゃなさそうだしさ。もう勘弁してよ。オリーブの瓶詰めかな。キュウリのピクルスの瓶詰め。完全にやる気を出た。よくまあ、そんなバカみたいに怒れるわね。さあさあ。もう慣れたもんだよな。見るのに関しては。何回も出てくんな、瓶詰め。クレヨンが並んでる。題名はかすれて読めない。あ、ここもか。おぉ。これは、お母さんの日記かなんか。お父さんはいないのかな？情け。外出れるかね？出れないな。この中にまだあるのかな、じゃあ。この辺違うか。お母さんか。喋れない。どうしたものか。あ、なんだ今。これなんだ。ソファーを通ったら出てきたのかな。ソファーを通るって表現もおかしいけど。ほんじゃ、次のところ、行ってみようか。壊れろ、AT フィールド。ポーン。さあさあ、メメント起動しましょう。サッカーボールね、なんか違和感があるなジョニーが。サッカーボールっていうのが。これは、どうしたらいいかな。1、2、3、あ、わかったわかったわかった。これやって、お、来たー。来たぞ、お前ら。パート1でバカにしてた人は、ここに来て俺を見返すだろうな。まあ、でももうちょい早く答えにたどり着けると嬉しいんだけどね。考える時間がちょっと、よいしょ。長いかなとは思うけど。まあ、人並みにプレイできてんじゃないの？これ。嬉しいな。ん？真っ白じゃん。周りが。え、血の匂い。どうした？どこだ、ここ。エヴァ？なんだありゃ。わあ、え、これ記憶の闇みたいな。どうなってんだこれ。初めてじゃないかこんなの。今までもなんかこういう黒いさ、もやもやはあったけど、端っこの方だったりしたんだよね。ただこんなに大きいのは初めてじゃん。次の記憶よ。だろうな。でもこれどうなってんだ。
記憶が恨む、記憶がうまく紐づいていないんだと思う。結びついていないんだと思う。多分装置の不具合ね。また半年前に修理したとこだろ。メンテナンス部門のやつはちゃんと仕事してんのかよ。壊れやすいんかな、あれ。精密機械なだけあって。はぁ、あ、はぁはぁはぁ。うん。遡るのはここまでで十分なのかもしれない。そうだな。ただこのことは彼には秘密にしておこう。私たちがうまくやれば彼が知る必要はない。本当にそうかね。じゃあ戻りましょうか。なんかむしろもっと大事な記憶がこの先にありそうな気がするんですけどね。この感じだと。こんなに装置の不具合今までなかったしさ、急にここで壊れるかね。レディファースト。怖っ。こんなことないでしょう。ああ、何が過去にあったのか、ちょっとだけ楽しみにしてたんだけどな。そっか、一回戻っちゃうのかな、じゃあ。お、第二章。あ、今までそっか、第一章だったんだ。数えきれないくらいの灯台。空の果てで動かない。忘れてた。ここでやっと第二章なんだね。邪魔をするのはよしましょう。これは外の現実の世界だね。簡単には起きないでしょうが、集中してもらわなくちゃならない。ジョンディはまだ元気そうって言っちゃあれだけど、まだ安泰なんかな。一応心電図もね、緩やかな感じだったし。あ、これはあれかな？一番最近の記憶かな？これが私の思い出せる全てだ。これ以上はもう無理だろう。これで十分ですよ。あとはあなたの願いを遠い過去につなぐだけ。スイッチ一つでひとっ飛び。あっという間に月の上。質問がある。リリーの姿を消せたのなら、この世界も変えられるということか。それならどうして今すぐ願いを叶えてくれない？まあ、これがジョニーの記憶であれば、それでうまくいくんだけどね。どういう意味だ？ではこれは私だろ？私は私だろ？これはただのコピー。ここはキャンバスとも言える。あんたはジョニーが作るアルゴリズムだ。はあ。よくできてる。よく似てる。だが完璧からは程遠い。モノ本じゃないってことだね。僕らができるのは一貫したキャンバスを準備することだけ。そして願いをその奥深くに転送する。願いは行動を規定する。マシンが新しい人生を作り出す。その結果は本物のジョニーが紡ぐ。全然わけわからん。だから僕らはあんたのためには動かない。働かない。あんたは読み出された人間なんだ。必要なら何度もあんたをリセットする。そして、もういいでしょ。カカするなよ。彼は本物じゃない。だろ。だったらなぜ説明するの？時間がないのよ。行きましょう。先生。私は、私じゃないのか。うわぁ。これさ、そのジョニーのさ、記憶
がもし自分だとしたら超辛いだろうな。これ複雑だね。なんか人間もなんか、ね、こういう説あるよね、今ね、なんか。今生きてる世界はデータで、自分もそのデータに転送されたデータみたいな、そういうなんか説がありますよね。いや、恐ろしいな。おう、夜通しの仕事の成果が。ん？ここは何だろう？ああ、今までのジョニーが並んでますね。今までのジョニーと、メメントかな？メモリーリンクが出てきたやつが並んでるのかね。あれ？ニール、首しかなくない？てか、なんか、お化けみたいになってるよ。ちょ。先に言っといてよ。首にされる前に早く行こう。ダジャレって聞いたらそうって言いそうで怖い。間違いなくダジャレだろうな。急ぎましょう。この体嫌いだし。やることはただ一つ。現在から過去まで彼の願いをつなぐこと。いい？あー、なんかこの空間はこの体じゃないとダメなんかな。面白いな。エヴァ可愛いし。これどうしたらいいんだ？あ、くるってなった。同じメメントを通じて願いを転送してください。どういうこと？同じメメント、あ、なるほど。現在と過去でリンクしてるものを選んで繋いでいくってことか。ほうほう。これ結構むずくねえか。時間かかりそうだね、結構。まあ、ここはとりあえず正解でいいかな。で、今度はこっちか。こっち側にあるやつと一緒のやつを選ぶってことなので、一緒のやつは、うさぎかな？うさぎ、これ、回せるのか？ずれちゃわない。待ってよ。こっちを下に持ってくればいいとか。そういう感じ？こっちのうさぎを、こっちに。あ、違う。違う。左側に出さなきゃいけないのか、やっぱ。でもそしたらこっちと合わなくなっちゃうんだよね。うむ。ここは固定なのか。あ、動く。ここをこうして、こっちにやって、おう、繋がった。で、ここも繋がって、お、オッケー。で、ここが、ここなんだ。エヴァ見て見て。トーテムポール。いやー、あんたそれ本気？センスあるよ、ニール。うん。ただね、男にしか受けないと思うな。しかも、年齢が低いそうの。これ、リンクしてるのあるか？なくない？あ、本か。本が繋がってんのか。これ難しいな、意外と。こっち。で、向こうがダメになっちゃうんだね、そうすると。あれ？あ。ここが途切れちゃったけど、どうしたらいいんだろう、これ。もう一個動かすか。あ、ダメか。これ、やばいな、結構むずい。初めてメメントをやった時と同じくらい苦戦してるな。時計か。時計。時計やって。こう、で。あ、OK か。一直線で繋がなくてもいいんだ。一応、こうやって、なんだろう、途切れ途切れでも繋げればいいってことね。なんだ。ビンゴ！仕事はほぼ完了だな。左のやつが気になるんだよね、さっきからさ。ここ絶対なんかあったでしょっていう。準備は OK？ 僕ならいつでも OK さ。
これで一件落着になんのかねえ。お？よーし、月がくれたお土産を確認しに行きますか。レディーファースト？今回は違います。今回は違うんだね。右に行けばいいの？全部なくなってる、メメントのやつが。あれ？お！彼の最後の記憶と全く同じみたいね。いつもは少なくても何かが変わるよな。ほーん。全く一緒なんだ。変ね。この記憶は同じことを繰り返している。彼らは全く同じだわ。それはありえない。願いを転送しただろう。したはずだけど。何やら、うまくいってないみたいだな、やっぱり。こっち？ああ、初めのやつと全く一緒か？ジョニーさん？リリーがいて、ジョニーがいると。これは珍しい。ああ、セリフも全部一緒だ。デジャブだな。私はエヴァ・ロザーリンです。こちらが、なんだっけ。バン、なんとかかんとか。あ、なに、またやるの？ニール・アツです。普通になってる。ライフ・ジェネレーションのシグムンド・エージェンシーのことはご存知ですか？おお、エージェンシーの方か？全く一緒。ちょうどよかった。今連絡しようと思っていたところだ。リリー、お茶を出して。うわー、気持ち悪いほど一緒だな。リリー、そいつは違うんだよ。消せるんだよ。彼も止めておいて。ん？何するんだろう。さて。もう一回願いを送ってみる。ここで待ってて。変化があるかもしれない。これさ、いきなり右来ないでさ、左から順々に見てった方が良かったのかな。失敗したかな。間違いなく転送した。変化は？何も。どういうことだ？願いが叶わなくとも、どうして何の変化もない。変化すらない。おかしいってことですか？どこかで願いが起動するきっかけが必要なのよ、多分。もっと子供の頃とかに？行きましょう。過去へ。やっぱまだ終わってなかったか。記憶喪失とかあり得る？機械の故障じゃなくて。ジョニーが単に忘れてるだけとかさ。嫌な記憶を封じたとかさ。そんなオチかな。お、高校の時か。あ、違う、映画の時か、これは。もしかしたら何か刺激を与えないと願いが起動しないのかもしれない。だったら。あ、映画が変わった。月の映画になってる。何これ、上映予定と違ってるぞ。どうしようか。私、これが見たいわ。オッケー、じゃあ行こう。刺激を与えられたかな？あれ、ニールのやつどこ行った？ニールどこ行ったんだ？こっちかな。お？トゥーザムーン見たの？どうだった？ここで題名が来るか。このゲームの。僕はあんまり好きじゃないな。僕の好きなのは、もうちょっとこう、うまく説明できないけど。あ、動ける。おーん。トゥーザムーンか。ここで。
まさか題名の伏線が来るとは、回収が来るとは思わなかったな。ニエルどこ行ったんだ？いないな。映画館行ったか？デュザメ面白いか？映画自体も変わってんのかな、これ。月行きましょう、ダーリン。わかったよ、ハニー。なんだこの映画。なんてくだらない退屈な映画。ジョニーに変化があったか見に行こう。大丈夫こんな映画で。つまらない映画を見ちゃってごめんね。お。あ、また戻ってきた。全く同じ？ええー。まあ、映画が悪かったのかな、さっきのやつは。エヴァのセンスがなかったのか。こっちか？あ、いきなり消したんだ、今度。今度は高校か。ここで何か刺激を与えれば。彼女に構ってる場じゃない。ジョニーの方か。顔に辞書投げられたぞ。ねえ、投げられたぞ。うるさいな、黙れよ。おい、何やってんだ。もう始まってるぞ。いい場所取ろうぜ。先生かと思ったら、違かった。友達か。こんな出来事知らない。確かに変わってんな。何か変わったんだわ。過去に来たら何か変わってたね。ニールが何かやったとか。ニールいないしな。あいつが何かやったのかな。あー。お！なんだなんだ、これ知らないぞ。ダチョウクラブみたいな。押すなよ押すなよって。何やってんだろう。あ、ジョニーとニコラスいるね。おかしい。これは本当の変化じゃない。あ、ニールだ。皆さん。何やるんだ、こいつ。ご存知の通り、僕はあの大変誉れ高き NASA 代表としてここにやってきました。NASA の全てを伝えるためにね。やっとおしまい、ティミーさん。ティミーさんどうした？買収したのか？おっと、これはひどいな。脱線しちゃいました。何がしてんだよ、ニール。とにかく皆さんの奥はこう思っていらっしゃるでしょう。宇宙にはどんな素敵な冒険が待っているのかしら、と。金星の鮮やかさを満喫したり、土星の輪の周りを半時計回りに泳いだり、もしかしたら月の裏側で凍えたり、NASA への扉は希望あるすべてのものに開かれてます。もしかしたらあなたが NASA？ それともあなたが NASA？ もしくはもしくは、君が NASA！ でも別に月に行きたくないしな。はい、君は NASA へ。あれ？今なんて言った？NASA も月も行きたくないよ。なんだと？地球で暮らしてるだけで十分。行きたいと思わない？ちっとも？ちっとも。本当に？本当に？おかしいね、ニール。じゃあね、NASA の公式スカウトである僕が、月のことをご紹介しましょう。 BGM の音が上がった。そもそも月は45億年前からあって、あー長いの始まったね。さらに表面積はアフリカと同じくらい。知ってました？こりゃみんな飽きてんじゃね。本当ですよ。自転車で一周しようと思うと。それにここから月へ向かうには光の速さで 1.5247 秒かかります。空飛ぶ車だと130日かかる。そんなの知ってるよ。冷たい。
それだけじゃない。月に行った人はみんな有名になってお金持ちになれる。有名人のお金持ちってことは取り巻きもいっぱい。というわけで僕のプレゼンは終わり。なんか最後ジャパネット高田みたいな通販番組のご利用しみたいになってたな。覚えておいて、 NASA は誰でも歓迎さ。美人ならなおさらさ。下いらないだろ、下の文章いらないだろ。NASA への風評被害だぞ、それは。てか、ジョニーをスカウトしてんのになんで美人とか関係ねえことになっちゃったな、最後だ。どうだった僕のプレゼン。NASA があんたを雇うことはありえないにしても、うさんくさすぎ。確かに。ふむ、天才にも努力が必要か。どうする？結果見に行く？もちろん、すぐに戻る。戻った。あんまし手応えはなかったよね。どうだろう。ダメだね。引き分けね。おい、諦めるなって。まだやれることはある。でも結構、二人でやってダメならもう、結構厳しいんじゃないですかね。イザベル、この家を完成させることはできないよ。治療費を払うのにやっとなんだ。でも、月旅行券は買えますよね。ああ、来た。この家を売れば絶対買える。やべえ、なんかもうやけになってんじゃない、ニール。誤信ということはないんでしょうか。ああ、ここか。結果に関しては、間違い。NASA には素晴らしいヘルスケアプランがありますよ。誰だおめえってなんだろう。本当です。さあ、あなたと奥様のために。急に出てきて、お前誰だって。あ、馬乗ってる時だ。宇宙で乗馬。無理があんだろう。あら、結婚式おめでとうございます。はい、ここでクイズ。羽、ムーンといえば、どこへ行く？やっべえ、もうゴリ押しだわ。リバー？月で乗馬は無理があるでしょ。やばいやばい。お、外から来たよ。くっそ、足滑った。もはやただの不審者。ジョニーさん。ルパン三世じゃねえかよ、もう。やってることが。わお。はっきり言うけど全然ダメだな。ダメっていうかふざけてるっていうか、最後の方なんかもふざけてたよな、半分だ。エヴァですら。私たちはプロなのよ。わけわかんないことを叫ぶためにこの仕事をしてるんじゃない。ふむ、それもそうだ。今夜はもう寝れないんだろうな。こんなことならコーヒーを持ってくればよかった。前に構築されたあの映画を見せればよかった。何の映画？何でもない。あれはやっぱエヴァが作ったんかな。とにかく大切な時間を無駄に使うのはやめましょう。お前言え。少しだけ休みましょう。ジョニーが持ちこたえてくれるといいけど。ちょっと電話してくる。電話？なんかもうどうにも手詰まりな感じがしますね。やっぱりもう、ちっちゃい頃に、の記憶のさ、ところに行くしかないんじゃないんですかね。何やっても変わんねえじゃん。わからない。どうして変化が起きないんだろう。月に行きたいという願いは無事転送された。しかし、月に行きたいという願いが全く消えてしまっている。そうなんだよね。
ジョニーが行きたいって思わなきゃさ、始まんないわけじゃん。あるいは転送する中で二次的な条件が変わってしまったのか。そうだとしても、その、ね、変化の願い、すいません。変化と願いの消失がどこかのポイントで必ず見られるはずなのに。それすら見られないと。何にせよ、リバーが重要な役割を担っていることは間違いない。何か根本的に変える必要があるなら、彼女を一番に疑った方が良さそうだ。なぜ彼は月に行きたいんだろう。リバー、あなたは一体何を？ああ、朝になっちゃった。もう、朝だ。結局二人は徹夜だったね。急がなきゃ。ニールは何か思いついたかな？お、動けるかな？はい、というわけで、今回ちょっと長くなっちゃったんですけど、ここで切りたいと思います。というわけで。いやー、過去の記憶まで行ったはいいけど、結局、手詰まりになっちゃいましたね。というわけで、これ現実か。記憶が見れないね。というわけで、残された時間ももうちょっとでしょう。というわけで次回も頑張っていきまーす。というわけで、一旦切ります。お疲れ様でした。失礼します。